私が一番推し進めたい政策について申し上げます。私が初当選からの公約の柱として推進してまいりました政策は、徳島阿波踊り空港の滑走路拡張に始まる空港周辺整備事業や旧吉野川流域下水道の整備、また徳島北高校の開校など地域インフラや教育環境の整備でありました。それは地域の人々が快適に暮らしていく上で、また地域経済を活性化させる上で必要不可欠な基礎の部分であります。これまで県北部には神戸淡路鳴門道、高松道、徳島道、今切湖、そして徳島阿波踊り空港と陸海空の交通アクセスが点在していた状況であり、今現在はそれらが直結をしネットワーク化が図られたところであります。次はそのネットワーク化の内側、しっかりした基礎の上に南海トラフ巨大地震に対する防災・減災対策や教育・環境整備、そして地域活性化・地方創生に向けた徳島県独自の事業の創出を立体的に積み上げていきたいと思っております。私のスローガンは All for the future、 すべては未来のためにであります。私は現在徳島県ラグビーフットボール協会の会長職にありますが、ラグビー用語にある All for one、One for all、 一人はみんなのために、みんなは一人のためにから引用しており、2019年の秋にはラグビーのワールドカップが日本国内12地区で開催をされます。高校ラグビーの聖地と言われております大阪花園ラグビー場や神戸市野江ビアスノエビアスタジアム神戸で行われる出場外国チームのキャンプ地として、関西からのアクセスの良い我が徳島県に外国人チームのキャンプ誘致をぜひ実現いたしたく考えております。これからも県議6期の実績を生かして、ふるさと徳島の発展と活性化のために必要な事業を見極め全力で推進をしてまいります。どうかよろしくお願いします。